どうも、ロクロック日のエンタメラボへようこそ。ロクロック日のペチとキムルスト町内こと佐久です。注文完了。何を注文したんでしょうか。インド屋とかのサラダにかかってる味がしないオレンジのドレッシングある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 、あるで色の割にな。いや、何の味かわかんないというわけで、真犯人フラグ第5話直前考察第1部というわけで、本日はですね、いつもとちょっと違います。っていうのもですね、水曜日はいつもはですね、番外編という形でね、誰かにピックアップした動画ですとか、まあ時系列を追う動画ですとか、まあ番外編という形でいろんな動画出してたんですけども、やっぱりこのドラマのですね、考察要素の多さからですね、ちょっとこの直前考察が金曜日の1回だけじゃ追いつかないなってことに気づきましてですね、しないみたい。なので今回はですね、この水曜日も使って第1部第2部という形でね、2回に分けてもう徹底的にね、皆様のコメントを交えながら考察していきたいと思いますので、ぜひね見ていただければと思います。というわけで、まあ今ね、考察要素が多すぎるってことを言いましたけども、今本当に回収されたポイントとしては、本当大きく言うと、橘と光が実は付き合ってましたぐらいしかない気がしてて。あー、そうだね、確かに本当にないのよ。そうだね、最初怪しかったもんね。そうそうそう、それが実は付き合ってましたよっていう回収はあったけども、それ以外のさ、冷凍遺体もそうだし、まあローファーの件とか、まあほとんど明かされてない。あと明かされたで言うと、悪痛がオブラートを使って薬を飲むっていうことぐらいかな。誰も覚えてないだろ別に。そうだっけ。もうその2つぐらいなんですよ。入れるんだそれも。まあそうだね、本当に少ない。本当にない。ずっと浮いてますね。そう。だからそれを全部考察していくってなると本当に時間がかかるので、今回ね、改めて2部に分けてね、ちょっとやっていこうじゃないかということで、今後もこういう回があるかなと思いますのでね、ぜひお付き合いよろしくお願いいたします。というわけで、僕たちの動画は月曜日に直後考察動画として動画を上げております。そしてさらにはですね、水曜日、金曜日といろんな動画を上げておりますので、ぜひね、4本セットぐらいでぜひ見ていただければと思います。よろしくお願いいたします。というわけでですね、まずはですね、まあ前回の直後考察でね、ちょっと触れられなかった点、僕たちも気になった点っていうのをね、ちょっと触れていきたいと思います。裏山の浦田さん、刑事さんがキノコの話をしていて、真帆が子供たちにキノコを食べるのを勧めてたので、刑事さんの元カノが真帆説ってのもあると思います、ということで。あら、結構こういうコメントが多かったんですよ。はいはいはい、阿久津と真帆が実は昔付き合ってたんじゃないか、マジでっていう説が何件か来てて、まあこれっていうのがね、阿久津と落合がですね、まあ椎茸がね嫌いなのに、昔付き合ってた女から椎茸入りのねハンバーグを出されて、まあ嫌いなのにね、それを全部食べる羽目になって、まあそのせいでお腹に菌が溜まっちまったぜみたいな感じでね、阿久津が喋ってて、でさらに今回その後後半にですね、真帆がまあガメニをね昔作った海藻が流れた時に椎茸をね息子たちにしっかり勧めてるというか、ちゃんと食べなさいよみたいなことを言ってたから、まあここの共通点からも、まあ実は2人が昔繋がってたんじゃないかっていうのの制作側からのメッセージにも聞こえるし、まあそういう思い出が本当にあったっていう可能性もあるんだけども、ここが繋がってたらマジでびっくりですけどね。繋がってるだけにはなっちゃうというか、そうなんだよね、それ以上はいかないよね。そうなんだよ、うん、しかも阿久津が操作してるから、うん、顔も名前も知ってるから、うん、そうだね、いち早く気づきそうな気もするけどね。そうなんだよね、もっと動揺するよね、うんうん、あ、まあ特に4話に関してはなんかキノコの話多いよね。出てね。そうそうそう。で、1話とかもね、エリンギ王とか、もう含めて、なんかキノコやたら出るから、結構注目してる人がより多くなってるとは思うんだけども、なんか真帆との感じは正直しない感じはするんだけども、うん、まあ、あとなんか、阿久津と落合の2人のシーンってさ、絶対1回あるんだよね。あるね。まあ、何かメッセージを俺らに伝えたい感じはするんだよね。尺も長いしね。長いと今回なんてめっちゃ長かった。なんか遠回しのヒントだよっていうことなのかな。そうそうそう。でそこで注目したいとこは、今回で言うと締めで言ったね、女に惑わされて知らないうちに菌を植え付けられる人間になるなよっていう発言なのかなと思ってて、まあこれで何を伝えたいかっていうのもすごく難しいんだけども、これを全部受け取るならやっぱハニートラップ的なものには気をつけろよっていう感じはするよね。まあ菌っていうそのキノコの関して言ってるんだけども、大きく捉えるなら、まあ、女に騙されて知らずうちにヤバいことになるぞみたいな意味にも聞こえるし、あともう一つ言うと、この女に惑わされてっていうとこだけをピックアップするならば、このドラマってさ、後でも説明するんだけども、女の怪しさっていうのがすごく出てくるんだよね。そうね、まあそれも含めて女に惑わされてっていうところから、男が怪しいよねに繋がる気もなんとなくしてくるな
ていう。そうか、視聴者へのメッセージ的なところだね。そうそうそう。さらにね、ここの落合もさ、ずっと足跡も女だし、うん、公衆電話も女だしみたいなところから、はい、阿久津はこの話を始めたわけだから、うん、今女注目されてるけど男だぜっていうメッセージはちょっと聞こえてくる、はいはい、うん、そうだね、ってなると、前回も話したけども、今僕たちが一番疑ってるのは日野になってくるわけで、ね、ああ、まあ、前回もねちょっと触れましたけども、光のねスマホの電源が3回入ったよって話がありまして、でその1回目が都内で電源が入ったよっていう情報が警察が言ってたんですよ、うん、で都内で当てはまるのって日野のバーしかないよねって話を僕たちはしてて、でさらにそのバーの住所っていうのは1話が終わった段階で、まあ、メタ的にはなるんだけども、公式ツイッターでね訂正も入ってると。だからそれだけ東京にしなきゃいけない理由があるっていうことは、まあ、ここの電源の話が日野のバーなんじゃないってことに繋がってくるんじゃないかっていう考察をしたので、やっぱ日野っていろんな面から見ても怪しいよねって言ったんですけども、皆さんもやっぱ日野疑ってますね、うん、っていうのをちょっと読んでいきたいと思います。まずは今の話に繋がるんですけども、タッツーさん、失踪後の光のスマホ使用履歴で映し出された地図の丸一の部分が世田谷区ら辺でしたということで、これあの警察がね調べてるシーンでですね、画面にね日本地図が映るんですよ。かなり縮尺としてはでかいんだけども、一応ね確かに東京の中の下の方にピコーンってなってたんですよ、まあ、ほぼ中心なんだけど、ちゃんと見るとね、でもちょっと下の方だったってとこを見ると、その神奈川寄りだったよってことになるから、はいはい、一応地図で言うと世田谷寄りなんですよ、ってなると日野の住所も世田谷区だったから、あら、やっぱり日野のとこと似てるよねっていうことにはなってくる、はいはい、なるほど。やっぱ日野のバーにいたのかな1回目は。まあね、そうだなと思うんだけどね、でも2度目が神奈川っていうのが、そうなんだよね、まだ難しい要素なんだよな。でそこにねちょっとつながるのかなと思ってるのが、まあコメントにも確かあったんだけども、凌介のね本がたくさん置いてあるレンタルルームの鍵がさあるのかないのか微妙な状況なんだよね、そこ3人でも結構喋ったんだけども、まあそれをね仮に盗まれてたと仮定するならば、やっぱり日野が怪しいよねっていうコメントも来てるんですよ、はいはいはい、っていうのもなんか日野のバーで凌介のねカバンを持ってたシーンがあって、はい、その時に盗んだんじゃないかっていう考察もあってですね、ってなると今鍵を盗んだのは日野っていうことになるので、日野がトランクルームに3人を監禁したんじゃないかみたいなコメントも確か来てたんですよ、ってなると今ケメロジが言ったように2回目の神奈川の光の電源が入った場所はもしかしたらトランクルームっていう可能性もゼロではないのかなみたいな。あー、なるほどね、一時的にそこに3人を入れてたっていうことは。そうだね、あ、まあ未だに鍵がないならばまだ入ってる可能性もゼロではないのかもしれないけど、ね、まあ、だいぶ攻めてるけど、まあそうだね動きすぎだと思うんだよな。トランクルームで多分さ声出したら聞こえちゃうんじゃないかな。そう、ね、それこそでも口にあれか、まあそうだね、テープとかあったりしてるのかな。そっか、まあ人目にはつかないからな、絶対安心はできるかもね。そうだね、鍵がないと開かないから、まあ、結局トランクルームの鍵があったのかないのかっていうのが今ちょっと宙に浮いてる状態なんだよね、ありましたはなかったね、ありましたはないのよ。でもレンタルルームの名前がバゴバゴツアーですみたいなのがあって、あ、間違えた、どっちも違うけど、箱箱箱です込みでひどくしないでください箱箱カーニバルっていうことが分かってたので、まああった気もするしっていう感じなのでね、まあそこはちょっと回収されるかは分かんないけども、そこ次第ではトランクルームの鍵が盗まれてるとか、その中に誰かがいるんじゃないかとか、その辺の考察もしてはいいのかなと思いますね。さあそのままちょっと日野の怪しいポイントもう一ついきますね。長くんの帽子さん、第4話の神谷急便の記者会見の時に日野だけ会見を見てる描写がなかったのは何なんですかね。親友が会見するなら心配なんじゃないんですか、川村を見てたのに。で、ここもね、相当これ怪しいなって改めて思いましたね。ね、あ、そうだな。そうそう、会見のシーンあったと思うんですけども、結構な人数映ってるんですよ。そうだね、会社の人はもちろん映るのはおかしくないし、で川村も映ってたんですよ。だったらやっぱその親友のもう一人日野が映ってもいいわけじゃないですか。そうだね、でもここで日野を映さないっていうのを見ると映せなかったんじゃないかなって考察はできるよね。そうだね、映せなかったっていうのは僕よく言うんだけども、まあ、もし犯人だとするならば、やっぱり一人のシーンで映るっていうことは犯人の顔しなきゃいけないなと思ってるんですよ。そうだね、その視聴者が見てるからって犯人なのにその犯人じゃない顔しちゃダメだなと思ってて、やっぱり周りに誰かいたら犯人の顔を、まあ、隠さなきゃいけないけども、一人だったらこいつって顔しなきゃいけないと思ってるから。そうだね、そうだね、それで考えるとここで日野は映せなかったんじゃないかなっていう考察ができるよね。
そうだね、うん、やっぱ犯人だったら凌介が憎いわけで、テレビを見てたとしてもかなり睨んでる場面になっちゃうから、はいはい、そうかそうか、それが映せなくてこの場面は描写がなかった。あ、手考察はやっぱりできるよね。そうだね、うん、やっぱね、日野がね映る場面ってバーしかないと思うし、まずね、うん、でさらに誰かが来た時に一緒にいるっていう場面しかないんですよ、うん、あ、そうだ、なんか一人のバーのシーンすらほとんどないというか、多分一回もないと思うんだよね。そうだね、うん、凌介たちといないシーンって言ったらなんか記者に囲まれてるシーンぐらいじゃない、そこしかないから、うん、本当に一人はマジでない、ね、一回もない、一回もない。川村とかって一人でねテレビ見てたりするシーンはあるんだけども、やっぱねこれ匂いまくってんだよな明らかに隠されてる感じがしちゃう。そうだ ね, ね, だね、まあ、絶対何かあるっていうのはね間違いないので注目していきましょう、はい、というわけで続いてはですね、包丁研ぎ女の件について触れていきたいと思います。まあ、前回ね中盤ではありましたけども、インパクトあったシーンではあったので、ね、ここに触れたいんですけども、僕たちはですね割とスポットねおどきなんじゃないかなで終わらしちゃったんですよ、ここに関しては。っていうのもね、そもそも、まあ、家の間取りを見ると前回の第3話の凌介をね仏壇に飾ってたシーンの家とやっぱり一緒だなと思ったので、うんうんうん、ってなると前回僕たちは仏壇女が元木ってしてたので、じゃあ今回も元木だよねってことで結構もう簡単に終わらしちゃったんですけども、いやいやそうじゃねえよって声が日本中から届いてます。日本中ありがとうございますまずはですね、タカニャンさん、包丁を研いでた&仏壇の女性は立花すみれと予想します。年齢的にも真帆と同じくらいだし、学生時代に何かいざこざがあったとか、それで凌介を恨んでいるのではないでしょうか。ポスターの左上の人物も須藤理沙さんっぽいですし、ということで、あら、簡単に言うとこの意見が多いんですよ。あら、マジか。お母さん、あんた立花なの？そうです。当たった。これフール見てない人はハテナだと思う。いや、ほんまにそうよ、ね。なんかね、すみれ説っていうのがね、かなり届いててですね。もう我々フール見た感じだとめちゃめちゃいいお母さん。そうだよ、そうなんだよね、一人で定食屋ね、そうそうそう、並んでてね、まあ立花のこと大好きだったし ね, そうだね、自慢したいからお父さんに会わしたいとかも言ってたので、はい、まあ、ちょっとそこを疑ってはなかったんだけども、まあ結構ねこの人は言ってないけども、まあそもそもミスリードでそんな大したシーンじゃないんじゃないみたいな考察とかもあったんだけども、立花すみれ説っていうのはかなりらしくですね、ツイッターでもね今後出てくるみたいなことが言ってたから、そうだね、あるかもしれないけど。でさらにですね、ちょっと違う意見でですね、スミレについてこんな意見も来てます。カレーナポリタンさん、バタコさんこと小畑由美の件ですが、立花一世の母親スミレじゃないかと思ってます。声が須藤さんに似ていると思いました、ということで、うん、今度はバタコがスミレなんじゃないか、あら、って意見も来たんですよ。いや、めちゃめちゃいいお母さんだったけどな。あ、聞いたじゃん。いや、でもね、そこに尽きるんだよ、正直。うん。あのフールの映像が嘘になっちゃうというか、え、じゃあどういう人格なのあなたって。そうそうそう。でね、まあ、もっと言うとね、コメントではね、包丁研ぎ女イコールバタコ、バタコイコールスミレっていう人もいるのよ。ああ。もう全部スミレだよ。あ、マジ全スミ全スミレ。だからさ、まあ、さっきね、怪しい女が多いって話はしたけども、うん、今、顔が見えない系不可解女子っていうのが、うん、クレーマーバタコいて、うんうん、3話の仏壇女いて、うん、4話の包丁研ぎ女がいる、はいはい、でこれが全部スミレなんじゃないかって意見はさすがにまあ難しいかなとも思ってて、で僕たちはさっきも言ったけども、仏壇女と包丁研ぎ女は多分一緒だと思うんだよね。そうだね、うんうん、でもそこも切り離して考えてる人もいるし、うん、とにかくこの顔出さない系女子たちが誰なんだってところが結構盛り上がってんだよね。まあそうだね、俺らは正直仏壇女、包丁研ぎ女は元木でいいんじゃないかなと思ってるんだけど、うん、まあやっぱみんなの意見としては包丁研ぎ女の手が若くないんじゃないかとっていうちょっと言いにくいよ僕も。あ、まあそうね、でも多いのよ。あ、そうなんだ。そうです、手が若くないよと。ちょだから元木だったらみんな元木に謝んなきゃいけないっていう感じになるよ。もうまあでも確かに手は年齢が出るとも言うし、まあまあまあ手考察ですか。そうなんですか。難しいですね。割と根拠とか理由では繋がんないんだけども、とにかく手が違う手なんだ意見。その前に金魚橋とかカセットデッキだったよっていうのは言いたいからね。そう、あ、だからそれもスミレよ。スミレなんだね。そうそう、だからそうか、そうそう、包丁研ぎ女も仏壇女もスミレっていうことになっちゃってるから、みんな元木は葬儀屋でスミレはお弁当屋さんだから、あ、まあそうだね、明らかに直結はするよ。直結はするし、でしかも元木はね凌介のことを、うん、
ストーカーしてるっぽいとこもちょこちょこ映ってるから、まあ、その点含めると、うん、急にスミレって言われてもなっていう感じしちゃうから、結構いろいろ描かなきゃ回収できない感じになるよね。なるよ、スミレ編がいっぱい出てくるね。ということでね、第1部に関してはちょっとまとめに入りたいなと思うんですけども、やっぱ最初から言ってるけども、なんか怪しげな女っていうのがとにかく多いんですよ今んとこね、顔が見えない系女子はさっき言ったクレーマーバタコ、3話の仏女、4話の包丁研ぎ女で、事件系で言うと群馬の24センチの足跡の女、ローファーの件を伝えた公衆電話の女で、ローファーを埋めた女ということで、まあこの最後に関してはなんか落合がね、まあローファーを埋めたのも女だしって言ってただけなんだけども、まあここ女って断定していいのか微妙なんだけども、こういう怪しい誰かわかんない女っていうのがとにかく出てきてるわけですよ。だからこそ犯人は男なんじゃないかなっていうのが今回のまとめではいきたいですよね。本筋の犯人は男だけども、その脇のいろいろやってるのが女の可能性だよね。高いよね、まあ作り的にもね、コメントでもあったけども、やっぱ女が怪しい、女が関わってるって言いまくってるから、からこそノーマークの男が犯人だったっていう展開は非常にあれしそうですし、なんかコメントでもね、ワキ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 さんが、あなたの番ですね、もう浮田がトイレ内で殺害された時男性の足跡が見つかりました。黒島が内山から靴を借りて足跡を残したように、今回も男性の犯人が女性の靴を借りてきた可能性も考えられます。なので女性とは断定できず男性の可能性もあると思います、ということで、なるほど、混じってる可能性もあるってこと、ね、この中に男が混じってる可能性もあるっていうところも含めて、やっぱ一番上にいるなんか根本の犯人は男の可能性が高いよね、っていうところにはやっぱりつながるのかなって感じですね、ってなると、何回も言うけど今のところ日野がちょっとトップに立ってるなって、そうだね、僕たちの意見ですかね。そうだね、はい、というわけで第1部はこんな感じですけども、まあ今回ですね、4話の一番の注目ポイントの菱田をね、今回触れなかったので、第2部はですね、菱田がねかなり多めにはなるかなと思いますので、清明が何を見たのかとか、まあラスト中心にね第2部をやっていきたいと思いますので、ぜひ2部もよろしくお願いいたします。というわけで僕たちは他にもいろいろ活動します。どんどんね、たくさん熱いコンテンツやっておりますので、そちらも合わせてご視聴いただければと思います。お願いいたします。というわけで以上ロクロックでした。ご視聴ありがとうございました。僕たちの動画少しでも楽しいなと思ってくれた方は、ぜひとも登録ボタンをお願いいたします。ということで最後に決めろじゃん。包丁研ぎ女がミスリードでした。あれは何をしてただけですか？ねえ、あれは、ハロウィンがね、近かったんで。チョコブラウニーを、チョコブラウニーじゃないですか？ブラウニー、そう、チョコブラウニー。なんか邪魔してる。俺が？俺？ハロウィンつってんのに。